眠っていた。少し切ろうかしら。いろいろあったわね。弥彦が好きだからそばにいたいのよ。私も弥彦と添い遂げたい。気持ちがすれ違っているけど、それでも弥彦とはゆっくり打ち解け合いましょう。彼との時間は十分にあるんだもの。時間がないのはバジルの件ね。困ったわね。逃げる気なんてないんだけど、言っても聞いてくれないし。あんまりバジルの名前を出すと機嫌を悪くするし、聞いてみてもはぐらかされそうなのよね。今までだってバジルの情報については口を閉ざしていたもの。嵐の日に私を見たってつぶやいたのだって、どんなに聞いても詳しくは教えてくれなかったわ。見たことがあるってことは、弥彦はアルメリアに昔からいたってこと。誰かを部屋に呼ぶこともできないし、弥彦が行かない場所ってどこかしら。こう見かけたら隠れたらいいわね。操舵室に行ってみましょう。弥彦が来たら逃げ場はないけど、機材があるんだもの、隠れられるわよね。ボタンは弥彦の右腕だし、彼について詳しいわよね。しまうよね。看板に行きましょうかしら。また寝ている。何か用ですか。こんな場所にいては弥彦様が不機嫌になりますよ。献上品みたいに扱われそうだわ。何なんです、わざわざ起こしてくれたわけではないんでしょう。あ、ねえ、弥彦とバジルには何か因縁でもあるの？突然、どうしたんですか？弥彦様本人に聞けばいいことでしょう。そうなんだけど、ちょっと聞きにくくて、だからあなたに聞いてみたの。
弥彦のことはあなたなら詳しいでしょ。この足を手に入れたのはもうずいぶん前になるわ。期限が近い。早く行動を起こしたいんだけどな。教えてくれない？詳しくは知りませんけど、弥彦様は昔、11の頃に一時期アルメリアに滞在していたことがあります。ランからわざわざアルメリアまで？弥彦様が俺よりもアルメリア語に慣れているのはそのためです。俺は当時ご一緒していませんでしたので、これ以上は分かりません。そうなの。弥彦とバジルの間には本当に何かあるのかしら。弥彦から直接聞きましょう。私を見たことがあるって話も含めて、もう一度しっかり。ん？何だったのかしら。ねえ。部屋にいろって言ってんのに、どうして聞かないんだ。それは、勝手なことはしないから、教えてほしいことがあるの。いやだ、教えねえよ何も。あんたが聞いてくることは大抵予想がつく。絶対名前を出すな。なんでまだ何も言っていないのに。約束は守る。だから必要以上にあいつと関わるな。関わるなって。約束を守ってくれることは嬉しいけど、あなたについて聞いていたの。その弥彦のことがいろいろ知りたくて。俺に直接聞けばいいじゃねえか。それにあいつらよりもあんたの方が俺のことは詳しいだろう。そうじゃなくって、聞いてちょうだい。バジルについてなの。あなたとバジルの間には一体何があるの？あなたたち知り合いなのよね。俺の前で奴の名前を出すなって言わなかったか。言われたけど、でもバジルの名前を出さないと話が先に進まないのよ。お願い教えて。あなたが私を見たっていう話も詳しく聞きたいわ。子供の頃勉強のためにアルメリアに来ていたんでしょ。その時バジルに会って私のことも見かけたの？ボタン、あいつペラペラ喋りやがって。
それは今関係ないことだわ。ボタン怒らないでよ。あなたが教えてくれないからじゃない。あんたが必要なのはバジルの情報だろう。ええ、そうだけど、あなたたちのことが気になるのよ。余計なことは考えるな。悪いようにはしねえから。またはぐらかされてる。わかったわ。あなたを信じる。聞きたいけど、私は弥彦のことを信じるわ。俺もあんたを信じたい。え？どういう意味なの？俺とバジルのことはまだ知らなくていい。ああ、一ついいことを教えてやるよ。まだ？今度はアルメリアで祭りが開催される。奴は毎年訪れているんだ。今年も姿を見せるだろう。え、本当に？協力はする。だがあんたがバジルを殺せなかったら一生俺のものだ。あの鳥かごに閉じ込めてやるよ。鳥かご？そんな約束しなくても、私は弥彦のそばにいたいのよ。家族と離れるのは辛いけど、弥彦と離れるのはもっと辛いんだから。弥彦は私のことが好きなのよね。だからそんなことを言うのよね。心を見せることができたらいいんだけど、こんなことになるなんて考えてもみなかった。弥彦は人間を好きになってしまうなんて。どうする、リディア？俺から逃げたかったら奴を殺せばいいんだ。そうね。協力してちょうだい。目的を果たせても私はあなたから離れないわ。そうすれば私の気持ちに気づいてくれるわよね。取り込み中かしら。何を話しているの？彼女って誰？はぐらむって何かつかんだのか？いいのですが、弥彦様がアルメニアにいた時期のことを探っています。俺も詳しくは知りませんが、当時何かあったんでしょう。弥彦様が話してくださらないのならば俺は聞きません。ですが、何か起こる前に彼女をどうにかすべきです。そうか、お前はそう考えたのか。何も知らないから仕方ないか。弥彦さん、よかったら俺にも話してくださいませんか？大丈夫だ、ボラン。お前は何も気にしなくていい。私の話よね。私が人魚だって話した方がいいんじゃないかしら。彼女は本当に
黙れよ、オナ。お前には関係ないことなんだ。出る幕じゃない、首を突っ込む。そうですか、すみません。俺はあなたを信じます。何も話してくださらなくても。あの弥彦、ボタンに私のことは言わなくていい。あいつは関係ないんだからな。まあ何も言ってねえからあんたを不審に思うのは仕方ねえよな。でもあいつは俺の言葉を無視して動かないから心配すんな。あなたが言わなくていいって思うのならそれがいいのよね。弥彦とボタンは分かり合っているのね。羨ましいわ。一緒に過ごした期間も関わっているんでしょうけど、言葉を交わせるっていいな。きっと弥彦がしたのね。私の気持ちをボタンに疑われてカッとなったのかしら。ボタンを悪く思わないでやってくれ。あんたのことを嫌っているわけじゃないんだ。ええ、分かっているわ。あなたの右腕だもの。終わらせて、自由になって、あなたと生きていきたい。